かぐや姫、今は昔竹取りの翁というものありけり、野山に混じりて竹を取りつつよろずのことに使いけり、なおばさぬきの宮津子と何言いける。その竹の中に元光る竹なん一筋ありける。怪しがりて寄りてみるに筒の中光りたい。それを見れば三寸ばかりなる人糸を美しゅうていたり、大きな言うよう我朝ごと夕ごとに見る竹の中におわする見て知りぬことなりたむおべき人何めりとて、手に打ち入れて家へ持ちてきぬ、目のおみなに預けて養わす、美しきことを限りなし糸を押さなければかごに入れて養う。はい、昔昔竹取りの翁というおじいさんと心優しいおばあさんが住んでいました。おじいさんは竹やぶから竹を取ってきて籠やざるを作り暮らしておりました。ある日おじいさんがいつものように竹やぶに行ってみると金色に光り輝く不思議な竹がありました。おや？不思議に思ったおじいさんがそっと竹を切ってみるとびっくり。その中には手の指ほどの、それはそれは小さな、とても可愛らしい女の子がいたのです。おじいさんは大喜び、なんと可愛い子だろうと大事に手のひらに乗せて家へ帰りました。おおおよしよし、子供のいない私たちに天が授けてくださった子に違いありませんよとおばあさんも喜んで、その女の子を小さなかごに入れ宝物のように大事に大事に育てました。不思議なことに、次の日からおじいさんが竹を切るたびに節の間から小金がザクザク出ることが続きました。おじいさんの家は次第に金持ちになっていきました。赤ちゃんをおじいさんおばあさんは家の外にも出さず大切に育てました。やがてかぐわしいほどに美しく成長しましたので、かぐや姫と呼ばれるようになりました。かぐや姫の美しさは村から町へ、町から都へと知れ渡り、いつの間にか国中に広がっていきました。美しいかぐや姫を一目見ようとたくさんの人がやってきました。おお、なんと美しい、かぐや姫をお嫁さんにしたいと帝も訪ねてきました。けれどもかぐや姫は、私はいつまでもおじいさんおばあさんと一緒に暮らしたいのですと断るのでした。かぐや姫がいくら断っても諦めない5人の男の人たちがおりました。そこでかぐや姫は言いました。私の欲しい宝物を持ってきてくれた方のところにお嫁に行きましょう。でもそれは簡単に手に入れることのできない難しいものばかり。誰一人かぐや姫が欲しいという宝物を持ってくることはできませんでした。そこで5人の人たちも揃ってかぐや姫をお嫁さんにすることができませんでした。こうしてかぐや姫は
またおじいさん、おばあさんと静かに暮らすようになりました。そして3年の月日が経ちました。ところが秋になるとかぐや姫は寂しそうに空を見上げてはしくしくと泣くようになりました。どうしたことだろう。おじいさんもおばあさんもとても心配でたまりませんでした。そのうち空には三日月さんが現れ、半月になり、8月十五夜が近づき、月が丸くなるにつれて、かぐや姫は一目も構わず、大層すすり泣くようになりました。そんなある日のことです。かぐや姫がおじいさん、おばあさんに話しました。実は私は月の世界から来たものです。今度の十五夜には月の都から迎えが来るので帰らねばなりません。お二人とお別れするのが悲しくて悲しくて毎日泣いておりました。かぐや姫はハラハラと涙をこぼしました。これを聞いたおじいさんたちは大層驚き、悲しみました。この話を聞いた帝も、かぐや姫を引き止めようと思いました。帝の言いつけで、かぐや姫を守るため、たくさんの侍たちがおじいさんの家を取り囲みました。侍たちは手に手に弓や槍を持ち、十五夜の日を待ちました。とうとう十五夜の晩になりました。すると家のあたりが急に昼の明るさ以上に明るくなり、満月を十倍にしたほどの明るさになりました。空から美しい音楽が流れてきました。兵隊たちは弓矢を射ようとしましたが、目がくらみ、体がしびれて、どうしても動くことができません。その途端、かぐや姫は自然と光の中に引き出されていきました。誰もどうすることもできません。天の声がして、おじいさん、おばあさん、これまで姫を大切に育ててくれてありがとう。かぐや姫を天にお連れします。と言いました。かぐや姫はおじいさん、おばあさんに、長い間お世話になりました。ありがとうございました。これからは月の良い夜には空を見て、いつまでも変わらない私のことを思い出してください。と泣きながら挨拶をすると、もう人間の悲しみや喜びを忘れた天人になってしまいました。さようなら、おじいさん。さようなら、おばあさん。さようなら。かぐや姫は満月の光り輝く中を高く高く登っていきました。